ラジオネーム山口県は世も末、はい、柴田理恵の涙って苦そうだよねいや失礼失礼、そんなことないよ、そんなことないはずです、いやごめんね、くしくも笑っちゃいましたけども、うん、しょっぱいじゃないんだね、うん、に苦味ドア頭に話さらしてないです。なんで舐めたとしたらを考えたんだろうそうだよね、そんなことないからね、絶対そんな機会がないんですからドア頭原さんじゃないですよ。それでは早速いきましょう、はい、金の国の卵丼ぶり。改めまして金の国の桃沢健介です。渡部おにぎりです。おにぎり N93 金の国の卵丼ぶり。この番組は僕たちが一皮向けて美味しい丼になれるように頑張る革新的クッキングラジオですということで、ね、はい、お願いします。配信日が12月22日おお、はいはい、うん、クリスマスのね、うん、直前っていう感じでね。確かに、まあクリスマスイブには M1 もありますけども、うん、そうですね。うん、どうするんですかクリスマスは。いやもう M1、 あ、いやいや、なんかその20 M1 が24だよね。うん、25とかもクリスマスじゃん。ああ、うん、何も決めてないな。お、リスナーチャンスリスナーさんチャンス。きっしょ、きっしょ、ごめんごめんごめん、きっしょ。そうか、まあでも、まあね、ドラゴンクエスト11をやってて、なんかずっとその話してたよな作家の笠間さんとね。なんか裏ボスまで倒したんですけど。あ、裏ボスまで倒す、すごい真の裏ボスがいるということで、うん、あ、まだじゃあ残ってんだ、まあ、クリスマスにやることはもうありますねあ、もうすでに決まってはいるのねなるほど。どうですか最近は。ね、最近ね、ちょっと先輩と飲みに行って、うん、まあ、先輩っていうのはそのお笑いの先輩とかじゃなくて、うん、ちょっと久しぶりにね、うん、大学の時の俺の、俺が1年だった時の3年生の人と4年生の人と一緒にちょっと飲みに行ったのかな、うん、誘ってもらってね。もうその人たちは32、3じゃない。あ、大人になったね10年ぐらい経ってる、ね、そうだね、俺も含めてみんな大人になったね。その先輩っていうのは、うん、渡部がその中退した大学で入ってた野球部の、はい、そうです、完全に野球部で なおかつキャッチャー同じポジションだった先輩の人たち2人。そう、久しぶりにちょっとキャッチャー会みたいのやるみたいな感じで。じゃあデブってことで、ね、3人ともデブで、キャッチャー全員デブじゃないね。あ、違うの。特に今の時代は本当に。ああ、そうなんだ。そう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 、もう打って守って走れるキャッチャーがね、今は求められてる。ああ、それでやっていけなかったんだそれでお笑いに行った渡辺コメディに。とにかく走れないってこととにかく走れなかったんで、うん、そう、なんか久しぶりにちょっと飲みに行ってめちゃくちゃ盛り上がって楽しかった。なんか本当になんか当時のその野球部のなんかまあ昔話じゃないけどさ、まあ、そんなんってすごい楽しいじゃん、うん、まあまあね、うん、いろいろ話して盛り上がって結局3件行っちゃって、うん、何発殴られたとか、まあまあやっぱね、そのちょっと前にねラジオで俺がそういう話したから、うん、まあ今ね、もう、あ、でもあれは嘘だもんね。あ、さ、あれ、あの、嘘じゃなくて、あの、夢の話。そう、嘘じゃないです。そう、夢の話なんです、まあ、そうそうそう。まあ、でも本当にちょっとそんなような話をしててさ、うんうん、なんか結構、それでちょっと久しぶりに思い出したこととかもちょっとあって、うん、まあ、なんか、せっかくだったらね、ちょっとラジオで、と思ったんだけども、うん、まあ、なんか、まあ、その、前にもちょっと言った、その監督がもうその、まあ、おじいちゃん監督で、うん、もう当時60歳ぐらいかな。もう今引退されたんだけど、うん、まあ、本当にもう、大学野球の、もうドンというか、うん、もうほんすごい人だったんだね。そうそう、もうちょっとまあイメージで言うと、あの怪人に出てくるあの兵道会長みたいな、うん、もう本当に本当にあの感じ。ちょっとがっしりした感じだ。あ、割とね、あのぽっちゃりしてるというか、なんか結構ガタイもあって、あ、なんか渡部が前さ言ってたのがさ、うんうん、どうなんだみたいなさ、そう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 、こう声張って高い感じの人だったから、おいデブっていう、もう感じになる本当になんかその人だったからさ、うん、俺細いのかなって思ってたんだけど、ああもう全然細くない、うん、そうなんだ。結構ぽっちゃりというか、まあ、なんならもうちょっと太ってるぐらいかも、おじいちゃんにしては珍しいけど。そう、あ、珍しい、太ってるおじいちゃん珍しい、まあみたいな人が、まあ、すごい、ね、うん、あ、まあそうだね、うん、本当にその、まあ、鬼監督と言われてる、うん、まあなんかこの人の、まあ、話で、うん、なんかそのさっきその3人でキャッチャーの3人で飲んでるって言ったんだけど、うん、なんか後から、うん、あの当時の
俺の三公園のマネージャーの人もちょっとたまたま近くにいるからってことで来て、はいはいはい、なんかそのメンバーで飲んでたのね。は女性の方。あ、全然あのマネージャーって言ってもその男子。あ、そうなんだ。もう男しかいなくて。あ、そう。そういうもんなんだ。うん。あ、いやでもうちの大学はってことだけどね。ああ、そうなんだ。で、まあその飲んでて、そのマネージャーさんから聞いた話で俺ちょっと知らなかったんだけど、なんかちょっとびっくりしたんだけど、なんかそのマネージャーの人は基本怒られないイメージとかって多分ちょっとあるイメージはあると思うけど、全然マネージャーもやられるとか、やられるって言ったらもうやられるって言い方がよくない。ごめんごめん。あの全然マネージャーも怒られる。まあ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 ね。うん、ね、そう。叱咤激励をね。もうなんならもう一番監督とかコーチの側近というかね、そばにいるから、まあミスも多くなるっていうかね、増えるとか、もう必然的に目につく回数、ね、目につくから、うんうんうん、っていうのでなんか、うん、そのちょっと怒られた話を聞いた、これ初めて聞いたんだけど、なんか。監督さんがある日のね練習かなんかの時に、うん、今日はおでんが食べたいってなんか急に言い出したのでお昼過ぎぐらいかな、うん、みんな集めて、いやいやいや、そのマネージャー室みたいなところで、マネージャーが3人ぐらいいて、監督が集合っつってさすがに集合でおでんを食べる時はなかったけど、そのマネージャー室でおでんが食べたいって言い出したから、はいって言ってマネージャーがもう兵頭会長なの、もう兵頭会長が言ったらもうみんな動くでしょ、部下が、あの感じではいって言っても一人のマネージャーがおでんを買いにコンビニに買いに行ったので、まあ、その当時まだあのその当時というかその時期が冬だったから全然売ってたらしいんだけど、で行ってはいおでんですって言って買ってきて、パーって蓋開けたら、ちくわぶが入ってないってめっちゃ怒ったらしくて、あ、ちくわぶが食べたかったんだ、ちくわぶがめっちゃ食べたかったらしくて、どっか探しに行ってこいって言って、ちくわぶだけを探しに行ったとか、なんか本当にそんな結構しんどいな、なかなかのね、ちょっとそういうのがあったり、で、まあ、いろいろちょっとその監督さんはもう、なかなかにね、結構もうそういうファンキーというか、まあ、そのね、方で、なんか、これはちょっと俺の話なんだけど、本当にそれ話しててちょっと思い出したことで、当時、練習試合かな、なんか、で、遠征行ってたの。で、遠征に行ってて、で、そのグラウンドで、俺が試合出させてもらって。で、遠征ってのは、ごめん、それ、練習試合かなんかで行くの？あ、そうそう、練習試合で、なんか、その時ね、秋田のなんかキャンプみたいな感じで、まあ、遠いとこまで行くんだ。一週間ぐらいの合宿で、ちょっと秋田行ったんだけど、その時になんかグラウンドを、で、試合をしたんだけど、まあ、その時のピッチャーの人がもうちょっとすごい乱れちゃったというか、もう乱調、もうすごいストライクが入んない状態みたいな、その自分のチームの、自分のごめん、自分のチームので、俺がキャッチャーやってて全然入んなくて、で、なんでか分かんないんだけど、うちの監督はピッチャーの調子が悪いのはもう全部キャッチャーのせいなのね。まあまあなんかちょっとなんかあんのか、理屈が、まあでも、まあ、確かに別に全く言ってること意味わかんないことではないんだけど、うん、まあキャッチャーが全部コントロールしろと、そういうピッチャーのそういう面もメンタルケアもキャッチャーの仕事だぞみたいなことそうみたいな感じで、はいはいはい、で俺がうん、めっちゃ怒られて、うん、もうお前走っとけって言われて、ピッチャーは走んの、いやピッチャーはそのまま続投で、へデブ交代って言われて、もう俺はそのまま外周、へえ、そのこと、グランドの周りをもうひたすら走ってエンドレスで 2,3 時間夏場に試合中、そだからその試合してる時にグランドの周りをもう走ってて、で、そのずっと走ってるとまた何人か来るのよ、走りに来るやつが、試合でミスった人とかが何人か3人ぐらい集まって、お前何ミスったのみたいな、あ、僕バントミスりましたみたいな、はい、やったなみたいな感じで、なんかもうちょっとそこでまたみんなで走ってみたいな感じなんだけど、でそのグラウンドから宿舎まで、その合宿のね宿舎まで45キロぐらいあんのね。でそのみんな普通はそのバスがある、バスでみんなその宿舎に行くんだけど、お前らは宿舎まで走っていけって言われて、マジで45キロフルマラソン以上じゃん、マジフルマラソン以上本当に、でもうその道も分かんないじゃん当時、
で、うん、まあ、その一番後輩俺だったかな、うん、なんかスマホをで、うん、道を見ながら、みんなで3人で走っててみたいな、うん、あって、で、途中のコンビニでアイス買って、うん、めっちゃ美味しいなみたいな、なんかのをちょっと思い出して、まあ、まあ青春は青春だけどさ、ちょっと青春なんだけど、うん、でも帰ってきて監督さんに、うん、明日から頑張りますみたいな、うん、言ってみたいなのをちょっと話してて、なんかいろいろちょっと思い出したな。うわすごいね、思ってたよりすごいな。そうそうそう、だからなんか割とえだってそれって合宿のお金払ってんだよね。いやもちろんよ。ってことはバス代も払ってるでしょ。もちろんよ、宿舎代も全部で、ね、やばまあね、そうだね、まあでもそれぐらい熱い監督っていうね、そのもうファニーな監督。なるほどね、そんな夢も見た日はあったし、ね、そうそうそ う, そ う, そ う, そう、これは本当夏頃だったかな、うん、夏頃に見た夢、夏の夢って激しいもんだね。そうそうそう、みたいなのちょっとね思い出したんで、ちょっとまた思い出したら逐一報告していこうかなということで。そうですね、潰そうとしてる。本当にこれマジな話で、今はもう全然この監督さんはもうあの勇退されて引退されたんで、今違う監督がやってるんだけど、本当にねこれまでの話で、うん、全然別のチームらしくて、あそうなんだ、結構そうそう、それは全くね、いやいや、その変わるとさ、うん、チームの感じが変わると、うん、強さも変わるもんなの。あでもね、強さ自体はね、まあそ当時とそんなに変わってないかな。じゃあ意味なかったんだ。だけど、ね、全員坊主だったのか、でも今はもう髪の毛みんな生えてるらしい。でも坊主の方が強いでしょ。どうなんだろうな。まあだからその当時な、別に俺らも優勝とかをしたわけじゃなかったからね。何の意味もない文化をやらされてたの。まあそんなことがありましたっていうことでね、うん、すごいね、うん、なんかなるほどなと、なんかさ俺でもさ渡部がその切れやすいイメージを持ってるから、そんなんでその怒ったりしない。俺が、うん、その監督さんとか、そう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 、先輩とか、例えば走ってこいって言われた時に、うん、みたいになんない。いやもちろん腹ではなってるよ、でも、うん、でももうその監督さんの前で、うん、とかみたいなのも態度出したらもういよいよ終わるから、あそう、それは出せないけど、うん、そうね、反抗するやつとかいないの。いるいる、ほんと たまにだけどね、うん、どうなの。ボコボコにされる。死ぬしこたま、本当に本当に、これはめった打ち、めった打ち。そうそう、まあなんかそんなありましたけど、大沢君は何かありましたか。あのね、はい、非常に緩やかな時間を今毎日過ごしてる中でね、もうもう家でさ、あの TikTok でひたすら時間を溶かすなんていう時もあるわけよ。あこんなんはどんだけ忙しくてもある時間だけど、はいはい、忙しくなくてもあるんだなって思いながら、なるほどね、うん、で、あのおすすめってさ、はい、本当にあの好きなものしか出てこないじゃん、うんうん、基本あの犬かお笑いなんだけど、犬かお笑いかエッチな女の子しか出てこないけど、まあそうだよね、うん、TikTok 見てて、うん、したら、まあ、たまにこうさ音楽に目を止めて聞いてたりするからだと思うんだけど、はいはいはい、高校生バンドが出てきたわけ、うん、女子高生がボーカルで、ギターベース女の子でドラム男の子みたいな高校生バンドが出てきて、でまあ画像も荒い、うんうん、そんなになんていうかでっかいイベント、なんかテレビでやってるようなでっかいイベントっていうよりは、うん、なんかその普通にその近畿大会かなんかかな、うん、軽音楽部の近畿大会、まあまあでっかいんだけど、うんうん、その映像自体はちょっと荒めな感じの、はいはいはい、でコピーバンドなんだね、うん、それあのその人たちばっかやってるのか分かんないけど、ユニゾンスクエアガーデンっていうバンドの、ユニゾンスクエアガーデンさんのミクロパラディーソっていう曲をやられてたの、はいはいはい、これが、うん、とんでもない技術というか、すごいなって思う、高校生の子たちが、高校生のその楽器隊もすごいんだけど、うん、何よりボーカルの女の子がすごすぎる、そのうん、うんまっと思って、最初俺そのユニゾンスクエアガーデンさんを知ってたけど、ミクロパラディーソっていう曲知らなかったから、あのそのそれ見てから調べて、ああ、うん、ユニゾンスクエアガーデンなんだって思ったんだけ ど、なるほど、最初そのオリジナルバンドかと思うぐらい、うん、この子がその自分の曲をものにしてるのよね。なるほどね、うん、すごいね、うん、すごいぞこの子、はいはいはい、はい、って思って、なんかわかんないけど、そのまあね TikTok の切り抜きだから、まあなんか良くないのかもしれないけど、その、うん、調べたら YouTube に公式の動画が上がってたね。
その子たちのその近畿大会かな、その慶応でなんかどうやら優勝してるっぽいです。ああ、うん、本当に実力者ってすごいじゃん。やっぱとんでもねえんだと思って見て、はいはいはい、あやっぱすごいフルで見てもすげえなっつって、うんうんうん、でそのコメント欄見たら、うん、あやねちゃん本当すごいみたいな、あやねちゃん、あやね、うん、あやねちゃん本当、はい、どんだけすごいのみたいな書いてあって、はいはいはい、あれこの人有名人なのかなみたいな、どうやらボーカルの子を褒めてるぞみたいな、うんうんうん、ボーカルの子が高見彩音さんっていう方だっていうことが分かって、うんうんうん、はいはいはい、まあ、それコメント欄で分かってった、そうそうそう、うんうん、なんだどんな人なんだろうなって言ったら、うん、今まさにさ結構まあ話題になってるから知ってる人の方が多いと思うんだけど、うんうんうん、日プっていう、うん、知ってます、あのアイドルプロデュースオブジャパンだったかなんか分かんないけど、その、はあうん、あのちょっと俺分かんないかも、うん、オーディション番組、アイドルのオーディション番組があって、まあ、いろんな女の子が何ヶ月もかけてあの、うん、国民からこう投票されていって、で、はあ、1個のグループ決めるみたいなオーディション番組にその子が出てるらしい。なるほど、ね、でこれで名前が知れて、うん、多分過去にもうあったこのバンドの映像とかも、はいはい、うん、結構今再燃というか、そうそうそう、また回ってるっていう、うん、なるほどね。なんかでもアイドルの子って俺本当にアイドルに全く関心がなかったから、ね、今まで、はい、アンテナが俺のそのアンテナって、うん、アイドルをのなんていうかなんだろうな、自分がもし女の子だったら絶対アイドルになる、資格ないぐらいというか、今芸人さ、うん、お笑いすごい好きでアンテナビンビンだから、その面白いものとか、まあまあ、多分結構何でも面白がれると思うんだけど、そうだ、ね、アイドルのアンテナビンビンの人ってみんな褒められると思うの、うんうん、で、ね、俺のその激弱アンテナにこの子だけ入ってきたのよ、はい、あ確かにすごいそれはね、そう、うん、でこんなすごい子がね、うん、あのどんだけあのあそのオーディション番組の中でも、はいはいはい、あの何位かその時点では知らなかったけど出てるってことはみんなすごいんだろうなと思って、こんなクラスの子がオーディション番組とか出てんだと思ってさ、はいはい、その番組見てもさ、うん、この子が圧倒的なのよ、まあ俺の中ではね、そう、うんうん、ちょっとこれね映像見てほしい、あマジ、まあ確かにそれはちょっと見たいね、ちょ感動しちゃって、なんかその、うん、最初に言ったそのバンドの映像でもさ、はい、そのまあユニゾンスクエアガーデンさんそもそも3ピースバンドでギター持ちながらボーカルの方が歌ってるから、うん、あのスタンドマイクでマイクスタンドにさマイク立ててこう歌ってるのよね、うんうん、はいはいはい、だその演出もあってその高見さんもマイクスタンド立ててやってるんだけど、うんうん、このねマイクスタンド立てながらもちょっとこう踊ったりしながら表現してんのよ、そもそも踊るバンドじゃないのに、うん、そういうんじゃないのに、うん、でこの踊ってる感じが遠くのね遠巻きに見てるこの映像の中でも、うん、あのもうマイクスタンドが邪魔だろぐらいの、そのこの子がここの枠に収まってらんないぐらいの魅力があるわ、あなるほど、もうオーラが出てるというか、うん、なんかもうそのすごいね、天才、あそう天才です、えごめん、その「日プ」っていう番組は、うんアイドルオーディションなんだよね、そうそうそう、えでもそのそのあやねちゃん、うん、あやねちゃんって呼んでいい、高め以上俺は決めらんないわ、以上確認じゃあやねちゃんね、うん、そのあやねちゃんはアイドルになりたいってこと、それともアイドル目指して、もうアイドルとして目指してるんだ、頑張ってらっしゃって、うん、俺が知ったのがよくシステム分かってなかったんだけど、この間ねメンバーが完全に決まったのよ、上位11人が決まって、でそのグループが結成されたの、その前日に俺はその存在を知ったの、ああなるほど、多分投票とかがあるから期間が、うんうん、ファンの方がとにかくいっぱい布教したんだろう、なるほどね、それが俺にも入ってきたんだと思うんだけど、で翌日、うん、その結果グループ決まるっていう時、なんか初めての感情通ってほしいなみたいな、うんうんうん、でも意外とその今まで1位だった子が急に10位に下がった翌月下がったりとか、うんうん、なるほどね、そういうことがあるらしくて、なるほど、じゃあもう完全に油断はできないってことだよね、そう、その子がまあまあ高い順位だったんだけど、うん、あのそもそもね、うんうんうん、あのこのグループに入んのか入んないのか、うん、いやでもあの子が選ばれないはずない、なるほど、うん、天才だ、圧倒的に天才だから、はいはいはい、選ばでもなんか不安だなとか思って、うんうん、したらなんかあのデカミさんが好きでさ、そのあーデカミちゃんさん、うんうん、日プ好きで、推しがいるらしい、ね、あアイドル好きだからねあの人ね、その話、まあ、その話もちょっとしてたんで、はいはいはい、あの人すごいですねみたいな、うん、言ってたんだけど、朝起きたら、うん、その LINE が来てデカミさんから、そのあやねちゃん
受かりましたみたいなの来て、おおすごい、うん、俺家で一人でうーっつって一人暮らし、一人暮らしだね。うーってなって、こんな興奮するんだ、たった一日で。うん、まあいやそういうもう推しだよ、もうそれは。推しだろ、ね。もう好きで。これね、みんなで歌ってる映像見てほしい。うん、まあその、うん、時間経つごとに、そのオーディションが進んでいくごとに全員レベル上がってるんだけど、どうやら。ああ、なるほどね。初期の方の映像みたいなのをね、なんかちょっと見たらね。うんうん、その子の輝きがまあよりよくわかると思うわ。あ、なるほどね。歌とダンスと表現がもう、あ、そう、とにかくもうちょっと桁違い、うんうん、あ、いやいいね、確かにね、この天才、うん、マジで。だから本当アイドルを好きになるって多分本当そういうことだと思うのよ。だからまあ、多分俺とか笠間市さんとかはその AKB がすごい好きじゃん、うん、で、オーディションから追ってたってわけではないんだけど、スカッと俺はね、うん、ないんだけど、やっぱその総選挙の時とか、うん、やっぱちょっと推しの子が入れるかとか、それこそ何位かとかっていうのはもうやっぱ気になってたとか、うん、多分感情は同じだと思うよ。そうだね。いや、素直になるは多分推しなんだろうな。ようこそ。ようこそ。いや、でもちょっと見てほしい。ミチップね。うん。ミチップね。あ、ミンアイっていうグループに、そうなんです。そうなんです。あやなちゃん可愛い。可愛い。うん。改めまして、金の国の桃沢健介です。渡部おにぎりです。おにぎり、さっき言ってた番組名、はい、ニチップのね、うん、正式番組名、僕さっきアイドルプロデュースオブジャパンみたいに言ったけど、うん、本当のタイトル調べて、はい、おお違った、ちょっとプロデュース101ジャパンザガールズ、全然違いました。全然違った。だこのタイトルに関しても、うん、今おじさんたちが必死こいてしまって、結構時間かかったもんね。自信はない。ニチップって言ってたのは合ってんの？それはこれの訳、日本とプロデュース、うん、まあまあ略してニチップ。なるほどね。で、なんか多分その見てくれてる人のことを国プか国、国プかなって呼んで、国民プロデュースみたいな、 な、ね、なんかそういう、うん、でいろんなさ、うん、そのなんていうか流れを組んだ言葉な感じしたよね、はいはい、アイドルマスターとかさ、おーおーのでね、プロデューサーとかなんかね、はいはいはい、そのプレイヤーがプロデューサーになるみたいなとかの、うんうんうん、いろんな流れを組んで今こうなってんだなっていう、なんか K-POP からの流れもあるだろうしみたいなね、はい、だからうまいよね、なんかアイドル業界すごいどんどん進んでってんだねって思った。やっぱその先読みできる人がいるんだよ多分。あ、そうなんだ。いや、分かんない、なんかその、うん、そういうことじゃない、まあまあ、それはそうなんじゃない、ちょっと近い、常に誰かが新しいことしようとしてるだけなんじゃない。ちょっと近い将来が見える、兼務職のちょっと強いファンみたいなの持ってる人がいるんじゃない。そっかそっか。失礼しました。ちょっと最近ルフィ対カタクリセミでちょっと言いたくなっちゃった。ごめんなさい。アニメ、アニメずっと流してた。今流してて、あれな、ちょっと面白いわ。 YouTube でずっと流してんだよね。あ、 YouTube ではないかって、俺 Netflix 見てたんだけど、ああ、そう、今そっちで見てる人いる。失礼。知らない、 YouTube でずっと流してる。それ逆に知らなかった。そうなんだ。そう、なんか24時間ずっと配信してる。そうなんだ。つけたらいつかの回やってる。あ、なるほどね、うん、面白いことやってる、うん、ということでね、はい、ここで次回収録のお知らせです、はい、来週、年内最後の収録でして、はい、年内最後の回と年始最初の回を2本撮りする予定となっております。いや、もうこんな季節だぞ。そうだ ね、もう終わりだ。5年末ということで、はい、それぞれでこんな企画を行いたいと思います、はい、まず来週年内最後の配信はこちらを行いたいと思います、はい、玉場と年の終わりの俳句査定よ、最高。はい、玉丼の名物企画、うん、何回かやらせてもらってる季節の変わり目にやってますけど、はい、僕が送られてきた俳句を直接目を通し検索したりして、うん、特に良かったものを最後に発表するという企画ですね、はい、今まで夏秋ですかやったかな。やったね、うんうん、このポッドキャストになってからもやってますけども、はいはい、リスナーの皆さんからはですね、まあ冬とか、うん、新年がまあ木になりますけど、まあ、俳句だとね、うん、春夏秋冬と新年っていう木がありますんで、冬新年の季節の俳句を送っていただきたいんですけども、どっちでも大丈夫ってことだよね。どっちでも大丈夫です。なるほどです。テーマとしては冬、はい、大晦日、年越し、新春、正月とかね、うん、まあ何でも送っていただければと思います。というのでも割とその辺の言葉を使うのはちょっとベタになっちゃうんだよね。
あ、いやいや、でもそれはもう、でも全然俺も元旦で食うつこともありますし、あ、本当、じゃあもういろいろと、じゃあもうその辺も、ちなみにね、なんで貴様がって思ってる人もいると思います、僕知らない人もさすがにいるか、ね、まあ、大学の時俳句の授業を受けて、まあ、別にこれだけだと別にあれなんですけど、はい、NHK 俳句っていうね、はい、俳句番組がありまして、これにゲストで4回ほど出演しております。ちょっと準レギュみたいな感じでねでも本当にその月はそうだったし、ちょっと準レギュラーみたいな、ね、感じだったからね。そうだね、うん、まあ、なんか隔週かなんか出てた時期があってね、うんうんうん、そんなもあって俳句が好きです、うん、で玉バトに関しては今までの配信会があるんでね、まあ、こんな感じなんだっていうのを聞いてもらったりすればいいかなと、うん、はい、加賀屋さんにもやってもらったりしたね。そうじゃん、だから結構やってるはやってるよね、うん、意外とな、うん、非常に楽しみですね、はい、ぜひぜひ送ってもらいたいですね。でこれ来週までなんで、はい、いっぱいお待ちしております。お願いします、そしてさらに翌週新年一発目の配信会にはゲストが来てくれます。はい、なんと来てくれるのはストレッチーズさんですねはい、先輩なんで3はつきますけど、今年2023の年始会にもゲストとして来てくれたストレッチーズさん、はいはい、新旧次くる芸人チャンピオンとしての作戦会議をしました。はい、はい、そうですね、1年経ってお互いに次来た芸人になれたのか、うん、今年の賞レースについて2024はどうしていこうなど話していきたいと思います。まあいろいろとそうですねこれはあれ、ナイチンゲールさんは呼ばなくて大丈夫？まあまあね、交流がないからなまあ時々ライブでね、ご一緒するぐらいだからね、確かにね、怖いから全然全然僕2人にビビってるし2人ともにビビってるめちゃくちゃ優しいよ。あ、そうなんだ、うん、まあ、本当に一緒にカラオケ大会とか俺出てるからさ、中野さんとかはね特にね。あ、なるほど、うん、そっかそっかまあだから、はい、その新チャンピオンがナイチンゲールダンスさん、ね、新旧次くる芸人グランプリチャンピオンってさっき言ったけど、はい、うん、今もう99次くる芸人、そう、我々はもう99だね。そうだね、で9さんじゃなくてごめんなさいマジでごめんなさい、ストレッチーズさんは 9だね、うん、うん、そうだね、そうだね、だからまあここ確かにちょっとまあいろいろね、まあなんかもう定番化してきてるね、この年収一発目はもうストレさんみたいなね。そうだね、実は一回春と飛行機さんに声かけようとしたんですけどちゃんと言うのねちょっとスケジュールが取れなかったということで、これじゃあストレッチーズさんはどうでしょうっつったら、うん、はい、ということでありがとうございます。いつだって来てくれる福島さんとか律儀だから、うん、結構多分 前回の回とか聞いてくるよ、この回とかも多分。嘘です嘘だよね、嘘だよね、まあまあリスナーの皆さんからですね、2023の金の国とストレッチーズさんについて思ったこと、うん、はい、2024年に次来た芸人になるにはどうしたらいいか、はい、その他2組に話してほしいトークテーマや質問などメールを募集したいと思います。確かになんかストレッチーズさんにね、ちょっと渡部クイズとかもなんかぜひやってもらいたいね。ああ、そうだね、なんか他の人が答えてんの目の前で見てみたいかな。そうだよね、うん、だからなんか YouTube は見ないから、YouTube 見ないから、うん、ごめんね、それは申し訳ない、ね、はっきり言うのね、うん、まあ、分かりました、全然いいですけど、うんうん、そうだね、なんかちょっとせっかく俺作ってこようかな、うん、うん、まあそのストレッチーさんの独特な感性を持っていそうな方、福島さんにも福島クイズを作ってきてもらう予定らしいのでお楽しみに。福島さんもなんか独特だもんね。渡部クイズと福島クイズで同じ問題で答えが違うってことがあるわけでしょ。全然ある、あ、全然あると思うよ、うん、それそうだよな、うん、そうだね、福島さんもそれ独特だろうから楽しみだな、うん、非常に楽しみではありますね、うん、これは、俳句ストレッチーズさんゲスト会へのメールはどちらも12月27日、はい、水曜日お昼12時までにお願いします、はい、来週のお昼12時です ね、 そうですね。メールの宛先はたまどん @tbs.co.jp です、はい、tamadon@tbs.co.jp です。たくさん送ってください。このね、新年のとか年末年始の回の告知の時だけ渡部に久々に台本上のセリフが与えられて、いや、ありがたいよ本当に、うん、3個増えたね、3言葉、うん、ちゃんと赤丸してくれてさ、嬉しい、嬉しいです今では自己紹介、渡部おにぎりですと、おにぎりおにぎりを最初と最後にしか書いてなかったんだけど、あ、俺生きてていいんだって思えるようなね、うん、ありがたいですね。それではこちらの新コーナー参りましょう、はい、たまどんラジオユニバース、お、出た、
先週、先々週ぐらいからかな、やってるやつね。先週ですね。先週か、膨大な量の映画やドラマで構成される MCU、はい、マーベルシネマティックユニバース、はい、細かいところを見ると知っている有名人が出ているかもということで、うん、いろんな作品で有名人を発見したリスナーからのメールを紹介するコーナーですということで、はい、まあ、マーベルにね、渡部が詳しくないということで、前回マーベル以外の作品でも OK っていうことにはなりましたので、そうですね、先週スタートして、はい、今回が2回目ということで、はい、じゃあ早速読んでいきましょうか。これ楽しいんだよね。ラジオネームユータブラウン、はい、アイアンマンことトニースタークがGパンパンダ星野さんに決算の相談をしていました。嘘でしょ。いや、いるでしょ、もっとその星野さんとかじゃなくて、もっといるでしょ。いやいや、スタークもさ、スタークはでも知らないからね、うん、そのあーそう R1 とかがあるってこの時期の星野さんのしんどさ知らないから、うん、あ、まあ、そうか、確か知らないよな。本当にだってめちゃくちゃ忙しい中 R1 でね、準決勝まで行ったりとかしてたから ね、その結果ネタと税理士が融合していく。確かに税理士ネタみたいな、ね、うん、なんか今年から、あ、去年からか、グンピーさんの会計も手伝って、あ、手伝ってるとなんか、あ、バキドーチャンネルのね、バキドーチャンネルでしたっけ、のその税理もやってるみたいな。あ、 それ言って大丈夫なの。あ、だってラジオで言ってた。あ、そうなんだ。そうそうそう、うん、ラジオネーム固め濃いめ少なめ、空気階段の鈴木もぐらさんがアイアンマンに、うん、社長お金貸してくださいよと絡んでいました。飛んで逃げようとするアイアンマンの足にしがみつき、1万でいいんでと言いながらぶら下がって一緒に飛んでいきました。いや、なんか、なんかもっといるだろうな。思い浮かんじゃうけどね、一瞬ちょっと。確かに1万でもいいんでか、社長って本当に社長に言うんだね。確かに、もぐらさん最近復讐のツイートしてるもんね、いっぱいね。んダイエットをさ、多分してたから、うん、もう復讐ということでさ、うん、死ぬほどご飯のツイートあげて、あ、そうなんだ、あれ見ちゃうんだよな、あれ本当に。そういうのって一番やばいよな、多分体に一番やばいと思う。本当に。ラジオネーム山口県はよもすえ、実は芸人やってまして、最近だとモノマネ番組とか、うん、細かすぎてでも優勝したんですけど、うん、これすごい似てませんかと、うん、ウッディに公認をもらうため、うん、相方の写真を持ったラパルフェ尾身さんが奮闘してました。あ、おみがね、しかもね。トイストーリーの世界まで行って、うん、ウッディと喋れる人間いや、確かにね。いや、そうね、うん、ラジオネーム劇団ナッツ1号、はい、笑っていいともの最終回に渡部さんが出演していました、うん、え、舞台にダウンタウンさんなど大御所が揃っている中、うん、爆笑問題の太田さんが騒ぎすぎて首根っこをつかまれ引っ張られている時に、渡部さんが、それ僕の R1 の決勝のやつじゃないですかと突っ込んでいました。いや、ちょっと会場は静寂に包まれていました。後でファイヤーサンダーの崎山さんに、あれ変やったでと言われていました。これラジオで言ったんだっけ、あれ説明必要だよね。そのまあね、別のねラジオ母ちゃんでね、うん、ママタルトさんが話したのかな。あ、そう、ライブの平場でヤダンさんが、平場でねボケをしたらね、うん、自分のあの R1 の決勝のネタをもじったものではないかということでね、うんうんうん、さあ僕の R1 の決勝のやつ何やってるんですかちょっと、全然違ったっていう。いや、でこれ 大事件がありました。でもこれさ、モーザー君とか金の国が MC だったんだよね、この時たまたま、うんうんうん、ちょっと浮かんだでしょ一瞬。ああ、まあまあまあね、ちょっと浮かんだけどでしょ、うん、ほら、だからこれは別にちょっと浮かんだけど違うなってのが、あ、違うなってのが分かった、うん、いや本当ね、恥ずかしい話ですね。あれ変やったで、あれ変やったででしょ。ラスト、はい、ラジオネーム劇団ナッツ1号、はい、実写ワンピースに俺が出演していました。俺というのは桃沢くん、うん、劇団ナッツ1号、あ、ごめんごめん、俺というのはナッツ1号がね、実写ワンピースに俺が出演していました。どういうこと。俺はひょんなことからルフィと友達になったのですが、町が海賊に襲われて命を落としてしまいました、うん、ルフィは死にゆく俺に対して痛風のおっさんと叫んで悲しんでくれました。まあでもルフィはちょっと言いそうではあるけどね。痛風であることしか認識されなかったんだね。ルフィ1個目で言うからね。あ、そうだね、そういうのね、うん、確かに。ああ、面白い。やっぱあれだね、いろんなジャンル聞けるとちょっと楽しいね、よりね。うん、渡部だったらなんて言う、渡部もでも痛風のおっさんか。渡部が死んだ時も痛風のおっさん。いや、俺痛風一発目なの。ええー、
つ。背中毛の。うわやだ。背投げのおっさん。意外とな、ちょ言わないでくれよ国民の前で。国民の前で言わない。まあそう、ちょっと背中毛がね若干ね、うん、生えてるんですけど。あのキングみたいな羽生えてんだよね。いや生えてないよ。キングみたいな羽はそこまで言ってないでしょ俺。ということで、はい、引き続き募集したいと思います。はい、以上たまどんラジオユニバースでした。続いてこちらのコーナーに参りましょう。はい、渡部クイズメーカー。出ました。こちら渡部の切り札、渡部クイズの、問題文をリスナーから募集するコーナーとなっております。なるほど、必殺技から切り札に変わってますね。メールの問題を聞いて渡部がその場で答えを決めます。渡部クイズにおいては渡部が正義、渡部が法律、渡部が警察、渡部が国会なのでクレームは受け付けませんということで、それでは早速紹介していきたいと思います。そうだね、うん、一応今回はこれはやらせてほしいですね。はい、ラジオネーム朝が弱いパン屋、彼女の手料理があまり美味しくなかった時、うんうん、はい、美味しいと聞かれた時の正解は。あ、なるほどね。これはね、俺過去に経験あるな。え、あんまり、まあそこまで薄味、その味の濃さってさ違うじゃん、マジで。もちろんね、その人の味覚だよね。俺でも最悪だったかもしんない。俺は、あ、そう、ちょっと醤油入れていい。俺は最悪だった。彼女の手料理があまり美味しくなかった時、美味しいと聞かれた時の正解はだね。これだから、でも、うん、もうその逃げようない料理の時よ。だから小皿系はね、逃げようあるから。そのカレーとかも逃げようない量作られた時、まあ、やっぱ割とメインとかだよね。うん、はいはいはい、うん、まあそうだね、一応まあまあ本当に俺が思ったことだからね。正解教えて。うん、ね、うん、本当にもう満遍な笑みで嘘ついてでもめちゃくちゃうまいっていう、もう俺は。ああ、うん、それをさ、その後、うん、彼女がさ、うん、同じように食べてさ、うん、え、なんか苦くないみたいになった時とか、どうする？苦くないっていう。うん。俺は苦くないと思うけど、ね、でもなんか苦いじゃんこれ。え、なんでだろう、どこで苦くなっちゃったのかな。あ、でもしかして若干焦げ目とかがついちゃったから。でも俺焦げ系結構好きだから、うん、え、でも苦くない。いや全然苦くない。っていうかな。いやそうね、でもまあ確かにちょっとこれ意外と考えたことなかったかも。なんかで苦くないこれ。苦くない、苦くない、苦くない。じゃあ、うん、明日もこれ作ってあげるね。おう、全然いいよ。いいの、これが今後もずっと出てくるよ、同じ味が。確かにね、うん、うわ確かに。なんかおかわりいる？いる。うわ確かに。なんかでもちょっとこの飯で太っちゃった時嫌じゃない。確かに。なんかでもさ、俺本当に今までの彼女とか彼女じゃない人とかでもそうだけど、うん、美味しくないものを作ってくれたことがまだちょっとないかもな。優しい、美味しくないものでも作ってくれたって言い方するね。いやもちろんもちろん、それはこの間彼女がさ手料理作ってくれてね、うん、本当にお味噌汁と親子丼だったんだけど、うんうん、なんか親子丼なんかちょっと危険だけどね。そうでも、うん、親子丼は全然、親子丼はとか言ってたらあれだけど、うん、親子丼美味しくてめちゃくちゃ、うん、で彼女も自分で味噌汁がちょっともう最悪、めっちゃ美味しくないって、うん、もう自分で味噌汁が美味しくないなんてことある？俺もそう思ったの。あ、親子丼よりは全然簡単だけど、ね、めっちゃ下げてて、うん、いやでも全然大丈夫だよって言ってで食べたのね、うん、でも確かにちょっと薄味ではあった、うん、ああそうなんだ。そんな後からどうしようもあるけどな。そうそうそう、うん、でも、うん、なんか俺は全然美味しく食べられちゃって、うん、だからなんかそんなに、うん、でも意外とその下げるとやっぱりある程度受け入れられちゃうかもね。下げると、まず下げられると。ああなるほどね。そうやっぱりある程度受け入れが体制になれるというか。そうだね、うん、自分があんまり美味しくない、でも優しさで美味しいって言った時にさ、向こうが、うん、あ美味しいねって言ったらさ、うん、あ味覚が合わないで結構一番やばいかも。確かにね、一番やばいかもしれない。めちゃくちゃ料理。ちなみにその親子丼と味噌汁さ、自分が作った方がうまいなって思った？思った。でも違う、これは違う、本当に本当に違う、最悪違う。でもじゃあ続いて。いやちょっと待って、弁明させてくれないの、うん、後でマッチでしこたま謝る。ラジオネームメメントモリモリ、はい、渡部おにぎりが、
I love you を訳すとどうなる？ちなみにこれ意味わかりますか？夏目漱石は I love you、まあ、直訳すると私はあなたを愛しています、だけど夏目漱石はこれを月が綺麗ですねと訳したって、まあまあね、有名な話がありますけど。あ、有名？あ、有名有名。なんか大学の授業とかでやるようなレベルのもの。いやいや、もう夏目漱石エピソードの一番。あ、そう、うん、え、一番一番夏目漱石と、いやこれじゃない、小説、小説の方だよね。ん、小説の基本方だよね。あ、そうだけど、夏目漱石もともと教師で、そうなんだ、うん、生徒に I love you の役を質問されてだったと、月が綺麗ですねっていう。うわ素敵だね、 あなたと見ると月が綺麗ですねっていう、うん、あ、なるほどね、うん、うわー、なんだろう、うん、今このリアクションするやついんだね。最初はね、確かに、あ、素敵だなと思ったけど、渡部おにぎりが I love you を訳すとどうなる。あ、まあでも一応一個あるかな、うん、死ぬまで、うん、一緒にご飯食べよう。怖っ。いや、どうなの、いや、やっぱだから結婚しようみたいに怖いって。あ、まあそうか。え、でもなんか、え、そう、どういうこと、その休む間もなく死ぬまで一緒にご飯食べよう。怖っ。ごめんごめん、いや、あの、これで怖がせるつもりなかったんだけど、なんかもうお腹いっぱいだよ、うん、死ぬまで死ぬまで。いや、違う、そんなことはないんだけど、怖。やっぱりこの生物学的にというか、まあ、その、うん、我々人類も動物もみんなそうだけど、うん、やっぱご飯を食べる種族じゃない、うん、というわけで、やっぱこれはもう生きていく上で、種族ないだろ別に。ご飯を食べることはもう、でもマストでしなきゃいけない人間じゃない、うん、人間じゃないというか人たちじゃない、うん、我々は、うん、だからご飯を食べなくていい人たちいないけどね。 そうだよね、うん、そうだから、うん、これを死ぬまでなんかずっと一緒に共にできる人としてという意味をちょっと伝えたかったんだよな。重たいね。ちょっと重いか。でも私は愛していますとイコールにするには重たい。僕と死ぬまでご飯を食べてくれ、まあね、そんなトーンで言ってなかったと思うけど、まあ、まあでもそれぐらい素敵な言葉だよな。I love you はな。渡部だったらね、なんか別に俺君でしこれちゃうけどねとか、俺君でしこったことあります言ってそう。いや、言ってそう。ラジオネーム小夏、たこ焼きの中に入れるたこ以外で一番おいしい具材は、うん、たこ焼きのね、まあまあなんか入れたりしますよね、うん、ふざけてチョコレートとかもあるかな。タコ以外でも一番美味しい具材、おー、うん、タコパでか、タコパで、まあ、あるよね、タコパでタコ切れちゃったみたいな、一番、まあ、キムチとかチーズとかっていう人もいるかな、そうね、うん、渡部が思うやつ一番美味しい具材、はい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 、うん、いいですか、どうぞ、いいですか、うん、アスパラこれね、うん、意外といけんのよ。あ、そう、俺これなんで知ってるかっていう、なんで知ってるかというか、昔居酒屋で働いてた時に、うん、あのたこ焼きじゃないんだけど、うん、チヂミ、うん、チヂミがあって、うん、これをメニューが あったのね。これにアスパラを入れる月があったの、うん、その毎月変わるみたいなのがあったんだけど、うん、メニューがね、これがやっぱその粉物と、あ、チヂミも粉物でできてるんだけど、アスパラがめちゃくちゃ、なめんな、なめんな、うん、そうだね、ごめんごめん、あの、チヂミって粉物じゃん、居酒屋とか行ったことねえのかなみたいな感じで扱ってたそんなわけじゃなかったけど、言っとかねえんだな、ごめんごめんごめん、うん、まあ、で、アスパラがすごい美味しくて、うん、俺一回たこ焼きにちょっとあったの、うん、アスパラを、うん、割と、まあ、本当に結構細かくしなきゃいけないけどな、うん、うん、刻んで、何そうしゃべりか、ごめんごめん入れて、後輩みたいにされたんだ失礼しました、うん、入れて、あの、これチヂミと同じ食い方だけど、ポン酢、ラー油、まあ、白ごまとかもあったら白ごまもな、ちょっと入れてもらって、はい、それとつけて食べると、これまたうまいよ。はい、ということで。メールは以上です、うん、ということでね。そうね。アスパラね。でもいい情報だったかもしれない。明日ね、したい人もいるかもしれないから、タコパね、クリスマスにする人もいるかもしれないし。確かに。はい、ということで。ぜひですね。なんか、ね、まあ、料理が今日新しくか。はい。なんかね、ジャンルね、うんうんうん、今恋愛と料理なって
確かにやっぱり得てして人間が好きなものだよな。うん、そうかわかんないけどお前がねまあなんかね、例えばなんだろうね、スポーツとか、まああってもいいのかなね、うん、どうやったら速く走れますか。別に今まで通りでもいいですし、うん、あいいね、その辺聞いてみたさはありますね。礼儀とか上下関係に関するなんかそういう大事大事だね、確かにね。その辺のこととかどうでしょうか、はい、ね、メール引き続き募集しております。はい、以上渡部クイズメーカーでした。金の国の卵丼ぶり、金の国の卵丼ぶり、N93 金の国の卵丼ぶり、エンディングのお時間です。エンディングです。はい、ということで、ね、はい、収録日今日がね12月20日っていうことですね。そうですね、もう20日か、うん、はい、もう今日の時点でも年の瀬ですけども、確かに、なんと今日でね R1 のエントリー期間が終わります。はい、はい、どうしますか、もうざく。いやいや、僕はまあ別に出ないですけど元ファイナリストを、はい、一応ね、ああ、させていただいて、ああ、出場します。おお。そうなんですね。そのさっきあのマネージャーさんで、はい、出るって言ったんだよね。もうちょっと LINE しちゃった。うん、今日本当今日までだから、ちょっとマジでどうしますかって来たから、うん、出るって言っちゃった。でまあ、2022のファイナリストなんだっけ。一応そうですね、2年前かな、 2回前、2回前のファイナリストかな。でそれが10年以内の大会、まあまあ今年まで、10年以内の大会でしたけど、そうでしたね、来年2024から10年以内っていう芸歴制限がまた外れて、そうですね、だからとんでもなくレベルの高い大会になると。そうですね、で、ネタ尺が4分にね、はい、準々以降4分になる、今まで3分だったのが4分になるということで、うん、はい、ネタもね、だから去年までは、去年まで R1 渡部が出てた時は、うん、僕が書いて、そうですね、渡部が出てたんですけど、はい、うん、まあ、勝つのもね難しい状況になったってのもあってね、うん、渡部がちょっと今回ね、一人でね一回頑張ってみるというちょっと待って、もう言っちゃう、そんなことまで、逃げれねえじゃんおい、逃げ道塞ぐな、コールを。だ僕は少なくとも2回戦、まあ、順々までいったらね、さすがに中途半端なことで4分ね、難しい、いやそれはね難しいけど、早速塞ぐなよまあまあまあ、でもそうだね、だ、まあ、でも確かにね、2分ネタは今まであったから、まあ一応そうだね、そんなんもうやっちゃダメですよ、だから渡部が2分、まあでも当たり前だけどさ、普通に考えたら、うん、自分で考えて自分で出るんだからな。そう、当たり前のことをやるようになっただけの話では、ね、確かにね。もう本当にそう。確かにね。まあわかります。でもそうだね。ちょっとなんとかね、もちろん決勝も行けたら嬉しいけど、準決勝とかね、まで行けるように。もうそんなこと言ってたらダメだ。だ準々決勝行けるようにだな、まずはな。そんなこと言ってたらダメだよ。下げる人あんまいないのよ。そんなこと言ってたらダメだ。優勝しなきゃっていう人いるけど、そんなこと言ってたらダメだ。準々にしなきゃなっちゃね。調子乗ってると思われるかなと思って、はいはいはい、でもなんか、うん、準決いけただけでも今年はすごいね、今年というか次は準決いけたらもうすごいと思う、ていうかやっぱ何の大会でも準決ってすごいからね、すごい、今まででももちろんすごい、うん、10年以内でももちろんすごいけど、うん、今年はちょっとね凄さの格が違う、ね、そうですね、確かにちょっと頑張って、ね、年末年始でだ、最悪くんもね頑張ってやめろよ、カナメストーンさんに言われてる俺のあだ名やめろよ、ほんと最悪くん意味わかんない人のこと最悪って呼んでるの何を言ってんのあの人たち、おにぎりすらもじってないから、そう、何にももじってもないのね、ほ、うんとに最悪のおっさん死んでいいだろそいつお最悪って言われる、普通に言うなよ最悪や最悪これ最悪ですよ、ということでね、はい、まあ、次回収録では年内最後と年始の回を、日本撮りするということでね、はい、玉場と年の終わりの俳句査定、俳句募集しております、はい、それとそ、ね、年始はストレッチーズさんを呼んで、やりますのでね、確かに何かストレッチーズさんと話してほしいこととかもね、もしあったら、ね、あったらで全然いいんですけど、僕としてですね、今年我々に対してどう 思ったこととかね、うん、ああ確かに、24年に次来た芸人になるためにはどうしたらいいかなど、話してほしいテーマなど
そうだね、もう募集しております。総まとめなこととかも話したいね、いろいろ今年どうだったとかね。そうだね、うん、うん、はいということで、はい、なんとこの番組は、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など各種音声プラットフォームで聞くことができます。自己紹介します。すべてのメールの宛先は、うん、tamadon@tbs.co.jp です。 tamadon@tbs.co.jp です。どうもどうも、皆さんの好きな具を入れてください。金の国渡部おにぎりです。おにぎりよろしくお願いします。きっしぇなきっしょい。好きな具を入れてください。な、何それ気持ち悪い。最近さ、なんか、うん、まあ、やっぱ自己紹介ギャグとかさ、自己紹介でなんかちょっと一つパンってできるとさ、やっぱちょっと強いじゃん。あって考えたやつなんだけど、ちょっときしょい。いや俺の隣ですんな、それは。いやでもあなたの隣でするよ大体。なんでこれでアイドルみたいな紹介なのこれ。そうね、まあちょっと考え直します。ステッカーをご希望の方は住所氏名をお忘れなくということで、はい、YouTube では本編音声と映像付きのアフタートークも配信中ですので、そちらもチェックお願いします。お願いします。最後最悪くんでお願いします。ここまでのお相手は金の国の桃沢健介と最悪くんでした。最悪くんでした。最悪最悪やだよこれ。ラジオネームたすき、うん、皮のままで美味しいって言われても皮は剥いた方が美味しいね。確信ついてるわ。確かにブドウとかな。ぶどうはやっぱ剥きたいよな。リンゴとかな。いやリンゴは絶対なんじゃない、うん、俺結構皮のまま出されたらおえってなっちゃうかも。なんかチンコの話かな。ドアトミスの話じゃないよ、やめてくださいよ。受けた受けた。N93 金の国の卵丼 YouTube 限定アフタートーク。アフタートークです。改めまして金の国の桃沢健介です。渡部おにぎりです。おにぎり、あの前回このアフタートークのドア頭で、はい、気になる注意書き、なんかその話した。ああ覚えてる覚えてる、うん、について。ラジオネームささ、うん、さん、はい、前回のアフタートークで桃沢さんが気になる注意書きについて熱く語っていたので、うん、僕も新宿三丁目駅の出口で発見した気になる張り紙の写真を送らせていただきます。え、見たい。何これですね。新宿三丁目、小便はおやめください、匂いが残りますと、小便はトイレでお願いします。新宿なんだろうな。もう2回書かなきゃいけなかったんだ。そうだよね、これ。うわー、出口か。あーあるだろうな。あーまあね、三丁目駅なんかあるだろうね。やるよ確かに。これ東京来たことない人はね、本当に分かんないと思うけど、新宿ってくっせえ街なんだ本当に。渋谷新宿ってしゃーないよな。飲み屋街あたりの本当に、ね、本当にあそこ汚いよな本当に、ね、街として。いや俺ちょっと大沢君に、なんかもうこれ、まあ別にそれだけだからラジオで話すほどのことじゃないんだけど、うん、あのこの間さ、うん、本当に1週間ぐらい前に渋谷でね、うん、オールナイトライブがあったの。俺ちょっと呼んでもらって、うん、朝、あ、そう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 、カイキさんのライブで、あの朝4時半に終わる、うん、で始発の5時で帰るみたいなライブがあったんだけど、うんうん、そう4時半に終わって4時45ぐらいに会場出たんだけど、もう本当に、うん、あのドンキーとかあるんじゃん渋谷の、うん、あの辺会場近く、あの辺だったんだけど、ユーロだったってこと？いやユーロではないんだけど、うん、ちょっとなんかあんま初めて行ったとこだったんだけど、メガドンキだの本当に近くの会場だったんだけど、うんうんうん、本当にね、ちょっと、汚すぎて、うん、もう周り、もう、ゴミだらけ。あれ、見てほしい、一回も作になんか。まあね、朝の渋谷はね。すっごい人も余裕で寝てるし。余裕でね。余裕で死ぬような下手したら、今なんか朝。あの、なんかね、流星街をちょっと。ハンターハンターとさ、よく出てくるさ。ああ、あ の, の、ラスボスと言われてるやつがいる場所。いや、いるかもって言われてる。うんうんうん、その、まあ、霊旅団とかが結構もうみんなそこで育ったみたいな言われてる。 あいつが出てきたところだよね。なんかその名前だけ残してまた全然出てきた。あ、それ最新のやつじゃない、ジャンプのやつじゃない。違う違う違うよね。あれなんだっけ、キメラアントの時に、キメラアントの時にね、うんうん、1話だけ出てきたあいつね。ああそうそう、やばい、ちょっと待って名前、待って、ね、ラスボス、なんだっけ、ちょっと待って、ジャイロ。でもこれジャイロがラスボスとは言われてないでしょ。言われてないけど、でもまあの可能性が確かにね、うん、うん、ジャイロがそう言ってると、まあ今一応されてはいるよね。うん。うん、そうそう。思い出すぐらい。思い出すぐらいの。あそこにあの、何でも捨てていいってね。人も武器も、ゴミも何でも捨てていいって言われてるところと同じような感覚。すごかったわ。ちょっとそんなのあったけどね。
ドラクエイレブンやっててさ、最近やってるって言ってたね、うん、最初の方にね、でっかいお城行くの。お城、うん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 、でっかいお城行って、うん、でっかいお城の仮装みたいなとこや、まあなんかそこ貧富の差が多少あってさ、うん、でその貧しい人たちがいる場所とか、うん、まあ言ったらちょっと汚いんだね、だここで寝れる、休んでいこうみたいな、体力回復するためにそこ利用すると、うんうん、なんかお金ちょっと取られてるみたいな、朝起きたらお金ちょっと取られてる、スラム街みたいなとこなんだけど、そこより渋谷の方が汚ねえあ、もうゲームより、ゲーム全然ゲームの演出なんかどうしたって渋谷は超えられない、うん、いや、そうなんかさ、今ちょうどさっきそのオールナイトライブってちょっと言ったんだけどさ、うん、ちょっとね、うん、このライブ、もうまずこのライブ、そう、オールナイトライブ、うん、ね、もう本当に深夜12時開演、うん、で、12時半開演、4時半終演、うん、朝の、うん、のこのオールナイトライブで、うん、やっぱまあ怪奇さんすごいね、今人気もね、うん、100人近く入ってて、おーすごい、これって本当にすごいことじゃん、オールナイトライブで100人来るって、うん、で、まあ演者が13人ぐらいで、あ、まあまあそれもある、あ、まあまあそれもね、多少はね、あって、まあその中の一人として、うん、なんか本当に、まあ、怪奇さんの芸風である、プレイヤーチェンジ、うん、ね、ギャグをやってってどんどん変わっていくっていうギャグのシステムのやつを4時間永遠やるみたいな。あ、本当にぶっ通しちゃったんだ。あ、で、まあ実際、まあ途中でちょいちょいちょっと普通にトークが挟まったり、なんだ、いや、出てくる。いやでも、思ってるほどずっとギャグよ。ああ、そう。うん。ほんと、まあ、そう、途中でトークというか、なんかちょっとしたプレイヤーチェンジをちょっともじった企画をやったりとか、みたいな、うん、まあギャグをやる企画みたいなのがあって、うん、まあ、うん、ほんと永遠4時半までずっとやるみたいな、うん。すごいね。そう。もうさ、別にさ、なんか、面白い話とかさ、滑らない話って感じでもないんだけど、うん、ちょっとまたミスっちゃったよ、俺。またミスった。またミスった。あら。悪いとこ出ちゃったよ。あ、最悪のおっさんが出てきた。これは最悪のおっさんかも、ほんとに。なんかね、まあ本当にあったの話で言うと、オープニングでね、うん、もう、どうもーって言って自己紹介していくみたいなじゃなくて、うん、本当にもう、真っ暗な暗転の状態で、全員13人が輪っかになって板つく、うん。で、バーンって、名店したタイミングから、うん、一人目のどんぐりさんからギャグをやってって、うん、プレイヤーチェンジって変わっていくみたいな。ほんと結構そんな感じで始まったんだけど。で、盛り上がるな。そうそうそう。めちゃくちゃみんなギャグ受けてて。で、俺、13人いる中で、11人目ぐらいにギャグをやる順番だったね。ああ順番的にね、うん。で、一応、この、オープニングのこのプレイヤーチェンジ。うん、これは、なんか、滑ったり、うん、詰まっちゃったりした人がいたタイミングで、暗転して、うん、改めてちゃんとオープニングして自己紹介しようみたいな感じだったのね。ああ、で、始まって、みんな受けてて、で、ずっと回ってって、俺の番になって、で、俺も、なんか、一応一発目だったし、ちょっと今までね、ちょっとギャグライブとかも自分でやってて、まあ、それなりにちょっとちゃんと受けたギャグというかね、自分の中で一番面白いかなって思ってるギャグをやったのね。そしたら、まあなんか、まあ、中笑いってないぐらいの感じで、バンって俺で暗転になったの。で、まあそうそう、それでちょっとまた受けて、うん、で、名店して、みたいな。うん、おい、お前何やってんだよ、みたいな感じで、まあ他の人からそう言われて。二人できてない。二人だよね。二人。11人目であって、12人目。あ、ごめんごめん。そう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 。その後ろの人もできてない、みたいなのもあって、うん、お前何してんだよ、みたいな、いじられた時にさ、うん、いや、なんかね、うん、ここでさ、うん、俺がさ、もう、まあ多分、俺のこの、一応ギャグライブとかもやってて、ストックもまあ20個以上あるとかね、うん、多分、そういう変なプライド。プライドが傷ついてる。うん、一応一番面白いと思ってるギャグをやって、それで落ちたっていうのがあって、うん、そのタイミングで、俺がパーンって押されてて、名店してお前何やってんだよって言われて、うん、ちょっとすいませんすいませんすいません。ちょっと待ってください。ちょっと照明さん、ちょっと舞台上がってください。って言って、うん、でもその辺からもうドン引きされてて、うん、いや変な空気になって、うん、でなんかもうその後ももうなんかずっと受けずにいて、4時間滑り続けて、本当になんかもう本当にさ、なんだろう、そのギャグライブとかさ、ネタライブとかでさ、うん、もう一番受けない状態というか、もうこのヒールの役になっちゃって、ちょっと俺がオープニング、うん、っていうかヒールの役にしちゃって自分で、うん、で、なんかもう、ずーっと調子出ずに、なんか4時半まで終わるみたいな感じだった。ああ
本当に途中でそのライブにストレッチーズのカンタさんとかもいたのね、うん、カンタさんに、うん、その下りやってる時に、うん、いやっていうかもうおにぎりさ、うん、こんなのさもうそのギャグお前で終わって暗転しましたで名店して、うん、もう土下座してすいませんでしたでもういいじゃん、うん、それで次行けばいいじゃんって言われて、うん、本当に俺もそうだなってちょっと思ってさ、うん、なんで出ちゃうんだろうねっていう、そうですね、ちょっと、うん、ことだまたやっちゃったよまさか、うん、以上で大丈夫ですかね大丈夫どういうギャグやあそうだね確かに映像でちょっとだけ持てますカメラちょっとだけ動きがあるんですけどいいぞじゃあ多分ね桃沢くんの前で俺何回かやってるから桃沢くん知ってるんじゃないかな負けの人だっていう自覚がないんだねまだね7年目で根本的に負けでやっていかなきゃいけないってことは分かってないんだね、うん、じゃあいきますちょっとギャグやらせていただきますやべえテニス超つまんねえ照明さん照明さん来てください本当にっていうねちょっと感じのギャグですね今も受けなかった照明さんってやつもう俺受けない何やっても実力不足のおっさん最悪だよ本当にいやでもそれしんどいないや分かるまあでも本当にそういざそうパンってなった時にどっち出すかはねそれはあるからあるよねいやそうだからこれなんかさ4時間のライブでさ一応2時間ぐらいで1回休憩挟まってそもそもその選択肢がある時点でか ある時点でない、うん、必要ないうん。あまあね。確かに。なんでだよって オンで怒るか、すいませんでしたってオンで泣くか。そうだよね。その休憩時間の時にも、うん、に、その、ちょっとそのオープニングの話になって、うん、楽屋の中でね。うん。で、なんか、いや、でもあれはあれで面白かったけどな、みたいな。おにぎりが全然、その、慰められて。そう、みたいな。もうその、うん、めっちゃ慰められて。うんこれはこれでまたもう慰めてくれてるってなってちょっと しんどかったありましたねということでね以上金の国の卵丼ぶりアフタートークでしたありがとうございました良いお年を良いお年をえまだでしょまだ良いお年を来週もよ